皆さんこんにちは、まめチャンネルです。今日はなぜ日本で学べる韓国語単語の講座を用意したのかのついての説明になります。韓国語の中には日本語と発音が似ているものがたくさんあります。例えば図書館は図書館、有料は有料、無料は無料、無理は無理、気分は気分、満足は満足、準備は準備、簡単は簡単。このように韓国語の発音と日本語の発音が似ているものがたくさんあります。つまり日本語の漢字の一つ一つの発音を韓国語で分かれば、同じ漢字を使っている韓国語の発音ができるようになります。これからは毎回漢字一つの発音を韓国語で見ていきながら、その漢字が使われている単語を3つほど勉強することで、皆さんの韓国語の語彙力を増やしていきたいと思います。ということで、今日学ぶ漢字の発音は単語の単、これはハングルでは単と読みます。例えば簡単は韓国語では簡単、簡単、簡単と読みます。次に単語は韓国語でたの、たの、たのと読みます。この括弧の中は音の変化によってこのように発音されてますけど、今回はそこまで深く考えなくても大丈夫です。で、最後の単語としては単純、これは単純、単純、単純と読みます。ぜひ復習して自分のものにしてください。